はい、今日はですね、マックで普段頼まないものを頼んでみたー。いや、まあ皆さんマック好きですか？ちょっと不安になった。なんかちょっとワンチャンないかもしれないと思って。好きですよ。好きですか？あの、辛いのが出てる時好き。あー、カタブチとか。そう、ハラペーニョが入ってる。あれね。そう、あれが好きだもん。確かに美味しい。そう、まあ、そんな感じなんですけど、まあ今回はマックで普段頼まないものを頼んでいくということで、うん、マックで働いてたじゃないですか、はいはい、既存の商品だったらね、割と知ってるので、うん、それをね、解説しつつ解説してくれんだ。一個一個解説してくれんだ。何が入ってるとか全部覚えてるんで。うわ、はい、じゃあそれではやっていきましょう、はい、せーの、いくだに、はい、というわけで、うん、皆さん買ってきてもらったんですけど、誰からいきますか？右からりょうがさんからいきますか？はい、何買いました？テリヤキマックバーガーのマヨネーズ抜き。え、頼むやん、いつも。え、頼まないのこれ。頼まない。だってマヨネーズ抜くのってさ、俺ウーバーで食べるんだけど、はいはい、抜けないからさ。あ、確かに。そう、こちらです。もう一個何頼む？もう一個何頼む？あの、マックシェイクのバニラですね。りょうがマヨネーズ嫌いだったっけ？食わず嫌いって感じですね。はい、あと、ハッピーセットのこれやつ。お前さ、お前さ。はい、以上です。イエーイ、嬉しい。逆に、はい、逆に普段いつも何頼むの？俺は炙りなんとか醤油。炙りなんだっけ、でも清原が好き。わかる、炙り醤油。あれマジうまいよね。でも定番化してない。あれあれマジうまい。でもあれ食ったらさ、セットでハンバーガーだけでお腹いっぱいになっちゃう。わかる。じゃあみなとん頼んだやついいよ。みなとんは絶対頼まないもん。俺は逆に、うん、昔頼んでたけどもう今は食わないなってものを選びました。はいはいはい、アップルパイ。あ、これ100円ね。100円。これ俺頼むやつ。100円。そう、アップルパイ頼んだことないかも俺も。もう1個アップルパイじゃないと思った。ハッピーセット。え、ハッピーセットって別にこれが付属じゃないの？どこハッピーしたの？ナゲットじゃないの？ナゲット。ナゲットでした。うーん、ハッピーセット頼んだことある？あるやろ。あるんだ。これなんだっけ。あ、ダブルチーズバーガー。え、頼まないの？え、ダブルチーズバーガーこんな。それじゃないです、こっちです、こっちです。あ、もう頼まなきゃもう分かんない。色は色も分かんない。ダブルチーズバーガーは本当に頼まないね。えー、なんで？一番うまいよ。一番うまいよね。一番人気じゃない？うん、多分テリヤキと、うん、ダブルチーズテリヤキが一番人気。なんでだろうね、なんか頼まないかも。エビフィレオはめっちゃ頼む。真逆だね、うん、フィレオフィッシュもめっちゃ頼む。え、でもさ、これがカラダブチになったら頼むでしょ。あ、カラダブチは頼むよ。あ、なるほどね。普通のは頼まない。ピクルスいらないよね。ピクルスいるよ。一番好きだし、シェイクも、はい、ちっちゃい頃は、うん、チョコレート味のシェイクは、はいはい、ありましたね。そう、よく頼んでたんだけど、バニラはね、本当に多分ね、頼んだことない。この2つですね、ね、私は。じゃあ次私いきます。ベーコンレタスバーガー頼まないの？これ頼まない。で、これなんかありきたりすぎん？ベーコンレタスバーガー。あー、まあまあまあ、ハンバーガーだなって感じ。あと、シャカシャカチキン。うわ、シャカシャカチキンいいよね。これはね、頼まない。なんで？え、なんか単体で食べようと思わんけど、シャカシャカチキン。なんかこれシャカシャカチキンって、うん、あのチキンフィレの肉と一緒なんよ、うん、クリスプとはまた別なの。クリスプはクリスプナゲットじゃない、どっちかで。そう、ナゲット呼びのチキンクリスプっていう。お前マックで働いたことあるもしかして？めっちゃ好きやん。結構制覇してるよ。詳しいなお前。色まで分かるからね、髪の色で。ね、フィレオフィッシュ青でしょ。フィレオフィッシュ青よ。ずっと詳しいやん。そう、そう、だからこれね、これ頼まない。シャカチキンの入れ物って悪いよね。何が悪い、何が悪い。一個トラウマになったことあるんだよ、お前。そのチーズを頼んでね、はい、言ってたのよ、シャカシャカチキン。シャカシャカするじゃん、こうやって、はいはい、シャカシャカしてたらここがバーンとして。シャカシャカしすぎだよ。どんな力でシャカシャカした、お前。なかなか切れないね。切れ入ってるからすごい危ないよねって話で、くれやすいんだね。こんな感じです。意外。じゃあみんなで食べよっか。いやいやいや、終わってない、終わってない、終わってない。いや、これ頼んだの分かるやん。いや、これちゃう。そう、これ違う。僕はあれエビフィレオ。あー、食べたことない、マジで。一回ダメだ。なんで？一回もなんか頼もうと思ったことない。これダメだよ、普通に生きてたら。一番美味しくない？これうまいね。そうなの。なんか通常メニューで俺一番好きかも。なんかね、多分ねソースが好きなんだと思う。あー、そういうこと？うん、エビフィレオってエビフィレオのソースしかないから。なんかこういう、このソースってチキンクリスプのソースと一緒なのよ。また出てきた。マスタード。また出てきました、チキンクリスプ。そう、だからこのこいつにしかないソース。あ、そうなんだ。エビフィレオソースだから楽しみだ、特別で。特別のソース。あ、これバタラだ。これコーラ。頼まない。これ頼まない。絶対双剣見ちゃうじゃない。ああそうだわ。やんな、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 やんな。俺もずっと牛乳だよね。確かに。チカミルク。そう。紙パックのミルクなの、毎回。チカミルク。でも俺も双剣見ちゃうかな。か、白のク。ああ。チカ。キモルだけ一つ。俺なんか。あれなんだっけ。コーンとグリーンピースみたいなやつ頼んだんだけど。アイダマムゲ。あれもマジうまいよ。頼む人？あれ絶対頼むから俺セットで。確かに頼む。そう、来なかった。なんか来なかった。それはセットにする。寂しいからこれあげるよ。これ何ですか？これ何今？
なりきり、なんかになれるんだよね。多分なんかになれるね、うん、お医者さんとかね。なにこれ、お医者さん、本当に本当に本当に医者さん、お医者すごい、反射する。それ鏡になるじゃん、それ。あ、これこうやってつけるぞ、うん、セーラームーンか、お医者さんからの勇者、勇者みたい。じゃあ、手を合わせてください。合掌、いただきます。こうやって思うとね、そのマックの店員さんに聞きたいことは死ぬほどあったんやろ、俺。まだある、まだ聞きたいこと。すっごいいっぱいあるよ。なんでパンにゴマがついてるのかとか。ああ、確かに。確かに。なんでピクルスは需要ないのにそこは。需要あるの？あんただけは需要ないの。変わらないのとか。なんで美味しくないピクルス。美味しくない。ピクルスカットめっちゃいいです。たまにチーズバーガーのチーズ抜きとか嫌がるから、飛ばしてたんだね。あ、でもまだいるの。なんでハンバーガーじゃダメなのそれ。多分ふざけてるんだよ。あ、そういうこと。でも値段はちょっと高くなるの、チーズが入ってるんで。でもチーズを抜きたいらしいんだから。謎やな。チキンクリスプでさ、うん、チキンとあのソース抜きとかいた。いるねん、ガチで。ベーコンレタスバーガーとかで、それこそベーコンとレタスだけみたいなやついた。あとチーズ、パンなしみたいな。うん、あの肉がなし。ああ。ベーコン食べる。多分全部やってた人だよ、この人が。やってたよね、やってた人。だから学校帰りとかも友達はやってた。ほら、それチキンクリスプのやつをさっきやってた。以前やってた。そういう時どうすんの？本当に出すの？それで。出す。出てきてるよ。出すんですよ。無理ですって言わないんだ。言わない。美味しいね、できる。美味しい。めっちゃうまい。ああ、こんだけ振ってもさ、破けなきゃ。お前相当やで。ガチで。振り回してたやん、手前。こうやって振ってたやん。チャリ乗りながらこうやって振ってたやん。そうなんだったね。じゃあ、皆さん最後に何かありますか？質問か何か。ん？マックにも何か。じゃあ、マクドのお客さんで、迷惑な客ランキング3位。いい、俺の中。あ、どうぞ、あるんや。働いてたわけじゃねえのによ。まずさっき言ってた3位が、あの、ネタで、そのハンバーガーのなんかあんだりすごいながらの注文してくるやつが3位。はい、2位は、食べ終わりました、片付けるとこにあのゴミ捨てるじゃん、トレーごと捨てるやつ。いないだろ、そんなやつ。いないだろ。やってないやつだ。やってないやつだ。いないだろ、それは。バリ嫌わる、お前は。どこのマックだよ、それ。1位は1位で、1、何ちょっと聞きたい。逆にね、ポタロンだけ。スマイルは嬉しいの？スマイルやってください。迷惑。スマイル。こちらからしたらね。じゃあ、コタロースマイルくださいって言われたらどんなアイバンするんですか？すいません、スマイルください。今のコタロの顔だからさ、スマイルとしてない。あのコタロがスマイルするんですよ。犯罪以外の何もないよ。コタロの昔の写真とかね、YouTube ね、僕過去のやつ。その顔でマックでスマイル。土着そぶすよ。そう、本当にあるよ。黒いし、ね、というか、コタロ。しますわ、本当に。はい、というわけで今回はマックで普段頼まないものを頼んでいきました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やばいね、皆さんマックで分かんないことがあったらそれでも聞いてください。というわけで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメントお願いします。それではバイバーイ。なんかさ、ハンバーガーとお肉ってあれだよ、パティ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